公職選挙法、公職選挙法、公職選挙法、昭和25年4月15日法律第100号は、公職、国会議員、地方公共団体の議会の議員、主張に関する定数と選挙方法について定めた、日本の法律。所管官庁は、総務省である、以下、本文において、大条とした場合は、公職選挙法の条文を示す。 1950年、昭和25年に、それまであった、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する、形で新法として制定された。その選挙が、選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ、適正に行われることを確保し、もつて、民主政治の健全な発達を期すること、 第一条を目的としている。公職選挙法は通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議員に関して直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。このことに関連して選挙制度や選挙区の割り振りに対し与党に有利な内容の制度が導入される可能性について、 否定的に論じる見解がある。いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して、選挙の無効を主張する場合がある。他国においては、立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で、定数や選挙区割、選挙方法などの制度が規定される例もある。法律に様々な活動制限があることから、べからず法との指摘がある一方で、 様々な抜け道があることから、ザル法という指摘も存在する。本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ公職選挙法は選挙運動の規制、制限を非常に多く設けている。さらに、公職選挙法や政治資金規制法をすべて守る、ことは至難の号とされている。 本法律における公職とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長、イコール都道府県知事、市町村長であり、第3条、これら公職を選出する選挙に関して規定した法律で、ある、第2条。なお、特別区及び政令指定都市の行政区、総合区、以上、市に関する規定に準拠、並びに、 地方公共団体の組合、一部事務組合、または広域連合、所属する自治体に関する規定に、準拠については、議会議員並びに、庁の選挙にあたって、本法律の規定を適用し、第267条、第269条、財産区については、議会選挙に関しての見本法律の規定に準じると、されている、第268条、 国会議員の選挙の事務については、比例代表選挙について、中央選挙管理会が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会、地方の町の選挙については、関連する都道府県内市は、市区町村の選挙管理委員会が管理する。第5条。地方自治体の主張が、 議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し、第111条、選挙管理委員会は、通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない、34条。地方自治体の主張が、首謀などによりかけた場合、主張の職務代理者は5日以内に、選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は、 通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。ただし、行わなくとも罰則規定がないため、直後に合併に伴う失職が控えている場合には、行わないケースもあるが、最近では、2004年の秋田県の旧川辺郡、川辺町のケースに見られる。それ以前は、1950年代、いわゆる昭和の大合併の時期にあった。 兵庫県内の自治体のケースにまで遡る。通常は失職まで数日しかなくとも実施することが多い。もっとも、たかが数日のために市長に給与を与えることや、選挙費用の捻出。たとえ無投票当選となる選挙であっても、一定の費用はかかるに税金を使われることに対する批判もある。なお、河辺町では、選挙を実施しなかったことについて、当時の町民から歓迎された。 2011年3月に、岩手県大津町の加藤博樹町長が、東日本大震災で死亡した際には、同時に自治体が行政機能もろとも壊滅的な被害を受けたため、臨時特例法によって、町長選挙、震災以前から、翌4月の統一地方選挙で予定されていたの、延長が認められ、これにより、以後6ヶ月にわたって、町長不在の状態が継続する事態となった。 その間、副町長が、任期切れで退任し、職務代理者の交代を余儀なくされている。第4条に、定めがある。なお、地方議会の議員定数については、地方自治法により定められる、第4条第3項。第9条に、定めがある。第10条に、定めがある。第11条に、定めがあり。 以下に該当するものは選挙権も、非選挙権も有しない。このほか第11条の2に、定めがあり、以下に該当するものは、該当期間中は、非選挙権を有しない。選挙の単位については、第12条に、定めがある。衆議院議員の小選挙区割り及び定数については、第13条第1項、別表第1に、定めがあり、 全国を289の選挙区に分け、各区の定数は1名となっている。比例代表の選挙区の区割りは、第13条、第2項、別表、第2にあり、全国を地域別に11の選挙区、ブロックに分けている。参議院議員の選挙区割り及び定数については、第14条、別表第3に、定めがある。かつては、各都道府県を、 それぞれ一つの選挙区としていたが、2015年7月28日の本法律改正で、鳥取県と島根県、徳島県と高知県において、5区が行われ、45の選挙区が置かれている。選挙期日は、以下の期間内に行うよう定められている。なお、衆議院委員、参議院議員については、国会、参議院開会中にこの期間が含まれる場合は、国会、 参議院閉会の日から24日、以後30日以内に行われる第31条、第2項、第32条、第2項。このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。議会の解散に伴う選挙の場合も同様、解散の時点で任期が終了となる目。また、地方公共団体において、 議会の任期満了日が、長の任期満了日の90日前から前日までに当たる場合、特例として両者にかかる選挙を同時に実施することができる第34条の2。この場合、選挙日は、長の任期満了日50日前と、議会議員の任期満了日30日前の遅い方、から、議会議員の任期満了後50日と、 長の任期満了日の早い方の間に行うものとし、議会議員の任期満了後に選挙を行った場合は、選挙の日をもって議員の任期開始日とする。各条文において、少なくとも以下の選挙期間を設けることとされている選挙期間の初日が公示日にあたる。以下の要件に該当する場合は、再選挙、または補欠選挙が実施される。再選挙、 補欠選挙は、当該自由が発生してから起算して、国会議員は40日以内、第33条の2第1項、地方共公共団体の長及び議員は50日以内、第34条第1項に行われる。なお、補欠選挙により選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする、第260条、地方公共団体などで、 県立合併によって著しく人口が増大した場合には増加規模に応じた定数を定めて増員選挙を行う場合がある。例えば、秋田市は2005年1月11日の合併の際、合併特例を適用しなかったため、旧川辺町、有和町双方の議員が失職したが、従来の秋田市の議員定数を42から46と4名増員し、給料町で定数、 各2名の増員選挙を行った。なお、合併に伴う秋田市の人口増加は、有権者数ベースで3.3万人だった。また、増員選挙で当選した議員の任期は、従来の秋田市議と同一となった。ただし、2007年4月22日投票の秋田市議選では、この増員分が削減された。なお、増員選挙の場合は、その直前に行われた。 議会選挙でで選選出された議員の任任期期満了日でが、となる。選挙運動期間中に候補者が死亡等した場合、投票日から数えて3日前まで、町村長、町村議は2日前の死亡等であった場合には、補充立候補が認められる。本法律に基づき選出される公職の任期の期算日については、以下の規定がある。選挙にかかる費用負担。 財政措置は原則地方財政法に定めるところとされている第261条が都道府県市町村等の選挙管理委員会が選挙に関する常時啓発のための活動にかかる費用等公開、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用や新聞、パンフレット、ポスター等の文書図画の刊行または半布に要する費用関係各種の団体 機関等との連絡を図るために要する費用等や衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用は国が必要な財政措置を取ることになっている第261条の2また選挙人名簿の調整や選挙広報の発行に要する費用なども国が必要な財政措置を取ることになっている第262条 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙に関する以下の費用は全額国庫負担とされている第263条。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。